猫舌ショールーム5の部屋、本日のゲストはどなたでしょうか。吉本興業から来ました鬼越トマホークです。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと一個いいですか。こんなにテンション低くていいんですか。俺だからその、はいはいはい、ゴーさんの感じも分かってなくて、芸人でヤシャーってやるんであれ始まこれ始まったんだって。こんな感じなんですよ。ぬるっと始まるんですか。はい、いつもだから自宅からの配信なんで、はいはい、特に大声出せないから靴下も脱いで人んちでくつろいでる感じでやってるんで。なるほどなるほど、よかったです。はい、だからこんなアクリル板とかも特にないないね、本来はね、はい、これもうすいません、なんか刑務所みたいになっちゃって、この完全に疑問みたいになってますけど、はい、いやだから今テンション的にあそんな感じなんだと思って、今アイドルの、はい、なんだろうな、気を抜かせるっていうか、はい、いつもだったら靴履いてスタジオでやるとどうしても仕事モードになるけど、自宅で声張らないでやってると、なるほど、しかも靴下になってると、で酒とか出したりするんで完全に気を抜いたモードでいろんな話をして、はい、普段聞けないやつが聞けるってことですね。まあ、ファンタジーだけどさ、うん、やっぱそこちゃんと言っていかないと。俺はそういう芸風じゃん。まあ、しっかりと。いやでもそのアイドルを生きがいにして普段の活力にしてる人もいるんだよ。なんでかっていうと、俺アイドルオタクと話したら、日本のために相当ちゃんと働いてる人が多いんですよ。高学歴で、まあまあね、高収入で。これ僕もよく言うんですよ。2、はい、パターンなんですよ。うん、無職か、高収入かどっちかなんですけど、ね、すごい時間がある人か、すごいお金がある人か。だから、客層は M 星館行く客と一緒だもんね。両極端。いや、両極端な人だよね。そう。あ、その推しのアイドルのせいで、やっぱ、まあ、例え話を、うん、なんか本当パイロット的な責任感のある仕事をしている人もいるんだよ、とんでもない、うん、公務員の人とかね、社長の人とかも、そういう人がやっぱさ、ずっと教えてたアイドルが妊娠したってなったら、やっぱちょっとこうなるんじゃないかな。そう、危ないよ、危ないよそれは。そうそう、だからまあでもそういう人に限って結構そういうの応援したくなる人もいるからね。普段溜め込んでる人が、普段多いというか、そう、真面目な真面目な、うん、もう仕事してうわいわいってやりたいみたいなある。そうです、だからそう、僕だからもうアイドルオタクはもう10割システムエンジニアだから。勝手な気がつけすぎないから。意外と多いです。10割システムエンジニア経験者ですね。まあね、学問とかも結構、学歴も高い人もいるからね。ストレス溜まるから。うん、断れない仕事っていうのが結構あって、田島由紀先生の弟さんの牧師先生、あー、怖いですよね。もうやっぱ僕の師匠だったんですけど、牧師先生とかに、ゴーちゃん役取ってたよって言われると断れないじゃないですか。もう本当見た目、ね、小沢仁志さんをもっと怖くしたような見た目。そうそう、とんでもない。まあ、だから強制的に出される映画というのがいくつかあって、うん、あれですか、牧さんのやつ。だから僕そういうこと、菊田さんのやつとかですやつですか。菊田さんのやつも共演してるし、あの格闘家の。うん、そうです。僕はああいうような映画でリングアナやってたりとか、はいはいはい、はい、ポストに映り込んでるのが僕で、ゴーさんだったりするんです、ね。ということは棚橋さんが売れる前にも共演してるし、すごいな。うん、一番有名だなので、作品ですか。作品は僕実はだから三池崇史の映画も出てる。三池監督の、すごっ、僕三池組ですよ。マジ組だ。いやすごいな。でも三池さんは現場で明らかに困った顔してるんですよ。また牧先生からまた友達連れてきちゃったよなって顔してて、三池さんも出るって相当すごいよね。うん、いや牧先生がやっぱ怖い。おっかないというか、その知らないか、梶原一騎は。いや、知らないっすね。誰が見てもマフィアなビジュアルのまま生きてた人 で、うん、もうお亡くなりになられてます。亡くなりましたね、10年ぐらい前に。もう名物ですよ、もう、うん。それ何の人なの。ね、作家で空手家で、そう、作家で、アントニオ猪木を監禁した人。それはお兄さんね。あの、お兄さんですけど。変なイメージつけないで。でも、要は、まあ、状態でそういうことやってた。そうです、でももう有名、なんかまあ日本の芸能界とかそういうのの、ま、漫画の世界とかいろいろ。亡くなる直前にサンジャポでちょっと売り出されたんですよ。創世紀の人、うん、いや全然知らなかった。すごいわ。常にタレさんで、ガム噛んで、もう悪そうな空気。で、小沢仁志さんはもうちょっと怖くした感じ。現役最強でしょ。顔面競技。もともと顔面競技だ、2人とも多分。あれも、小沢さんもっとすごく知ってる。そう、もっと。でも、あの辺の人たちがみんな先生って言ってる人。先生。あ、じゃあもう相当やばいっすね。そうそう、郷さんが、こう、一般的知名度を得るようになった、パンってきっかけみたいなのがあるんです。僕ら的には、
もちろんライターでやってた時は知ってたんですけど、なんかいきなりもうバンって来たんですよね、はいはいはい、インタビューは知らない角度から本当に郷さんが突如現れてで、バラエティーとかでも吉田郷だみたいな見るようになったずっと知ってはいるんですけど、何で出てきたかとか意外と仕事増えたきっかけはゴッドタンもあったし、ゴッドタンでなんか何ゴッドタンで、そのなんだろうな、いろんな芸能界で裏事情とか話すようなあのナックルズの編集長と2人で出てたのが何回も、はいはいはい、あのネットをナックルズ編集長さんって久田さんっていう人、はいはいはい、ツイッターやってる方ですよね。それを何回かやった時に なんとなくあこいつ使っても大丈夫なんだみたいな感じで地上の仕事増えてるんです。あと取材きっかけさっきの玉置浩二もそうだし、うん、面白い取材した後に急にテレビが僕のことを呼んでその話をしてくださいっていうケースが起きて、そういうことやってるうちに多分なんか一番大きいのは僕さんまのままなんですよ。あれですよね、アイコンにもなってる。あそこで1対1でできたっていうのが一番しっかり結果を残してきたんですね。言ったら さんまさんって実は一番ガードを張るんじゃないですか。あのそうですね、真面目な話はしたがらないし、はい、自分の話もそんなにしたがらない。なんとか自分が聞き手になりたがるさんまさんと、それをなんとか逆手に取りながら僕の結構あれプロレス分かる人だったら分かる、あの主導権の取り合いもですよ、ね、結構なやり方をしていて、さんまさん自分の話しないもん、ね、いしないね、うん、人にこう人をうまく泳がせて笑い取りたいっていう、確かにな、もうすごいな。でもそう思うと本当のさんまさん殺してさ、うん、殺してる本当の死んでるとかなんか殺して本当の杉本と高文を殺して、うん、全然別の人がさんまを演じてるかもしれないもんね、うん、ちょっとね何そのぐらいちょっと急に出ちゃう、そのぐらい自分の話しない踏み込まれた話も多分笑いで突っぱねてきてるから、うん、なるほどね。まあでも、うん、難しいよね。さんまさん確かに自分の話基本インタビューも受けない人だし、絶対に真面目な話もしないですもんね。だからそのさんまさんに近づくために僕さんまさんの特番とか出るようにして関係性作って、すごい、最初さんまさんなんすね。もう大きいと思いますね、うん、最近で結構反響になった仕事って何なんですか。なんだろうな、これ結構見てくれたなとか、イベントとかは結構そういうのはなんだろうな。でも最近あえて本当にラジオとかで話せないような取材をしたがる、さっきのトシルさん、内容紹介できない仕事がしたくてしょうがない。なるほどなるほど。だ次出る単語もそんな話ばっかり言ってるんですよ。今のコンプラ的にアウトな人たちのアウトな話を。あれはどうなんですか。例えばなんか要は引退した元超大物組長みたいなそういう系も行くんですか、ね、そんなに僕そっちは行かないですよね。あ、なるほど。まあそっちの、うん、あの要は先ほどの、うん、ナックルズの編集長さんとかの担当ですもん ね、うん、そうですね。芸能界でやらかした人とかは基本会いには行きますけど、人殺したとかぐらいからアウトの感じでやるようにしてて、ちょっと笑えないですもんね、人殺しちゃうと。滝さんとかは薬物は全然セーフぐらいのルール。ピエさん、ピエさんとか、ヒロフミさんとか、うん、最近帰ってきたウルトラマンみたいに戻ってきて、小出圭介君も、そうだね、はい、圭介君もね、手越君も辞めちゃったし、キヨもね、OK になったしね、はい、山口達也さんとかね、うん、あでもいつかはちょっと、ね、でも手越君が言ったこと、みんな割とワクワクしたっていうのが、うん、まあ、やっちゃったことはもうダメなことなんですけど、やっぱ、うん、手越君が山口君呼んで、うん、なんか俺のチャンネルでダッシュ村みたいなことさせて、うん、ちょっとやっぱ、うん、あ YouTube ってそういう再起の感じはあるんだな、テレビだと、はい、そうですね、続いてもう出せなくなっちゃった人ですね、はいはいはい、ちょっと見たいですしね、うん、で見たくないやつ見なきゃいいしね、うん、スポンサーもいないから、うん、だから宮迫さんのチャンネルはあんま見てないもんな。俺見てるけど、いや俺めっちゃ見てるよ。見てないだろお前。俺はあの、お前見てないな、雑誌社に電話するやつだけ見たもうそんなんじゃ、もうあの串カツ田中のやつとかも全部見てる、うん、あ、見た、うん、本当にちゃんと研究してるんですね。研究が、はい、結構それ好きなんですけど、うん、全然活かしきれてないですよ、うん、本当に結構見るんですけど、うん、じゃあ誰見てるの最近。最近宮迫さんもなんか見たし、うん、だからあ加藤さんと喋ってるやつも見てる、あ宮迫さんね、うん、そうそう、とかあとはまあでも吉本系のそういう系はやっぱ見てるよ、ちょっと、まあ中田さんもちょっと見てるかな。郷さんやらないですか YouTube というか。まあまあでもこういう媒体やってますから、ね、うん、出る宮迫さんのチャンネルに郷さん出て質問したら見たいよね。見たいね。どこまで聞くんだろう。確かに郷さんってこれ何人見てようがギャラは一緒なんですか。
当然あ最初はでもこの辺が曖昧で、はいはいはい、あの固定給にしてもらったんですよ。あ最初僕はだからギャラ安めで投げ銭で稼げてるんですよ。それ絶対嫌だって言って、はいはいはい、確かに投げ銭で稼ぐとしたら我々みたいな呼ばない方がいいですよね。そうだし名前読み上げシリーズになったら、はいはいはい、そんなの面白いコンテンツになるわけないから。ショールームの中でも異質なコンテンツですよね。投げるなって言ってますからね。乃木坂と坊様残ってね、初期メンバーでめちゃくちゃすごいメンバーいる中で、うん、ショールームでしょ。ショールーム、ショールーム、猫舌ショールームね。そう、すごいよ、うん、最初誰がいたの。ホリエモンですよね。ホリエモン金庫西野さんと西野さん、 あとですか。あと誰でしたっけ。美濃前田社長、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 指原プーズ、指原、あと鈴木おさむ。そうですね、おさむさんもいて、その中でも郷さん、おさむちゃんみたいに言うだろ。いいよ、おさむちゃんみたいに言ってる。おさむちゃんとか上じゃねえか。おさむちゃんと言ってねえ。おさむさんって言ったの。おさむさんね、うん、すごいよ、残ってんだから。でもそれも本当に計算通りだったんですよ。知名度で勝てるわけない以上、はい、クオリティ、内容を深くするのと、はい、あと絶対見てる層はアイドル好きが多いから、アイドル好きが入りやすい番組です。ホリエモンとか面白いかもしれない、知名度あるかもしれないですけど、アイドル好きが見るコンテンツじゃない。はい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 、はい、そして自分よりお金持ってる人に別に投げ銭もしないじゃないですか。確かに確かに確かに。ホリエモンの打ち上げの様子とか、はい、あの好きな人は見るだろうけど、そんなに広く見るコンテンツじゃないですよね。確かに。郷さんちょうどいいですもんね、見た目とかも。なんか確かにちょっとその小金持ってそうだけど、なんか、うん、持ってなさそうにも見える。いやいや、そう、持ってなさそうにも見えるし、ね、うん、なんか見てる人、いや見てる人と同じ匂いがするというか、はいはいはい、そこなんで多分自分が主役になるわけでもなく、そうゲストとして、はい、だからすごく見てて心地いいんだと思います。それはすごいいい分析するけど、なんでずっと貧乏なの。いや関係ないよ、そうなの。生かしきりで貧乏好きなのじゃん。貧乏好きでやってんのよ。